はい、今回もやっていきます。ということで、今回は、プリーツスカートを塗っていこうというコーナーです。はい、なんですけども、これもね、リクエストいただいたもので、リクエスト内容としては塗り方だったんですが、やっぱね、絵っていうのは塗るためにはその構造をうまく把握しないと塗れないということがございますので、今回そっからちょっと踏まえてやっていきたいと思います。まあ、構造なんて知っとるわという方もいらっしゃるかもしれないんですが、そのね、構造プラスアルファね、ちょっとポイントみたいなのもありますので、塗りに直結するね。まあ、そういうとこを踏まえながらいけたらなと思います。いや、素晴らしいね、この今回プリーツスカート。すごい難しいんですよね、これ実は。難関中の難関ということで、はい、ちょっとまあ、下書きカンペありますけども、やっていきます。いや、そもそも、プリーツスカートってどんなものか。で、まあ、大抵の方はなんとなくこのイメージ、フリル書くイメージでこういうやつでしょ、みたいな。はい。このね、裾の部分。このイメージは皆さん持ってると思います。こういう風に布が、なんか、手前奥、手前奥ってこんな感じで入っていってこうなってるやつだよね、と。はい。ここはまあ、おそらく大丈夫だと思います。ちょっとまあ、書き方は練習がいるんですけど、一つ目のポイントがね、で、ここであって、これをまず外さないことです。プリーツスカート。一つ目、ダダンと。腰のとこにこう、ベルトっぽいというか押さえるものがあります。そして、ドンと広がっていくんですが、根元っていうのはギュッと、ここで押さえられてるんで、翻らないというか広がらない。そして、裾側は、どん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 こう広がっていく。風とか受けてもそうですね。そして、この広がっていくときに、この、なんだろう、後ろ側のこの街っていうかな、この部分があるじゃないですか。この部分が、どん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 こう広がっていくことで、この折り返されてる部分が減ることで、こう、プリーツスカートはこう広がることができる。布自体はこういう布なんでね。はい。そういう原理。ここの原理ね。これをまず大前提として押さえておく必要がある。プリーツスカート。プリーツスカートはなぜ裾が広がることができるか。それは、もともと折り込まれているものが、この、たわみ分というか折り込み分が広がるから、ピュッと表に出るから、そういうことが可能であると。はい。それがまず大前提の構造となります。それを踏まえてですね、少し変えていきたいと思いますが、まあ、腰の方はまあいいと思います。はい。ここはまあ適当に線が入れていくんですけど、塗りやるか。裏でちょっと最後丁寧に仕上げていかないとな、これ。はい。で、まず分かる通り、スワーッと広がる、スワーッと。スワーッと広がっていって、スワーッと広がっていって、スワーッと広がると。こんな感じで。まずは、絵というのは大まかに捉えるというのが大事になります。はい。プリーツスカート、いろんな現象起きます。現象、その1。このその1、いきなりぶっ飛ばしていきますよ。ここが多分一番難しいと思います、プリーツスカートで。それはね、この感覚。こう、線がピュッと入ってきて、ショッと。ね。で、なんて、この、ちょっと今から頑張って、言葉で喋るけど、伝わってくれたら嬉しいなっていうシリーズ、はい、来ます。これがね、はじめ、ここって全部寝てるんですよね。面がこういう面なんですよ、全部これ。なんですが、プリーツスカートってこう、翻るときに、この面がね、ねじれてこうなっていくんです。こういう挙動を示す。これがめちゃめちゃ大事、よくある。とすると、例えばこっちからこう光当たってると、このラインに、ものすごく明るい部分ができるんですね。はい。ここに光がボンと当たる部分ができます。逆に上からの光だと、こっちの面が明るくなって、ここ影になると。はい。そういった現象がプリーツスカートを起きます。これがね、いきなりの最難関だと思います。けどよく起こる。よく起こる最難関。で、立つんですよ。ここ立って、こう折れ曲がります。こういう風になりますね。はい。で、表の帯と裏の帯っていうのがございます。で、こっち表の帯がこうあって、はい、シャッと来て、
まあ、長さはちゃんと揃えましょうっていうのはある程度あるので、表の帯がこうあります。ちょっとこれあれやな、幅がずれたけど、まあいいや。で、ここもちょっと立ち上がって、こういう帯になります。そして、表の帯がこっち、また、ここちょっとね、めり込むんで、こうギュッと縛られるんで、ちょっと丸くするとより質感出るかなと思います。で、シャッと広がると。で、表帯がこう来る。こんな感じでね。表帯。はい。で、この辺はもうほとんど、こう、翻ってないので、表帯がね、このままサッと来て、まあ、ちょっとぐらいかなと。ちょっと広がって、で、最後ここはもう、ほとんどもう翻ってないと。こんな感じになります。表面が。まずは。で、裏面のつながり方にかなりまた特徴ございまして、いきます。このぐらい翻ってると、もうこうならないですね。ここだけ翻ってて、あんまりこうなるのおかしいですね。はい。なので、そのままちょっとこう段差がキュッとできて、ピュッ。ここですね。あんまりこうめり込まないと。こんだけ翻ってるんであれば。で、こうカーブ描くことで、ここにこういう段差、ここ、この感じね。これわかります？これ。こういう面ができる。これがまた塗りにね、すごい関わってくるとこなんで、こんな感じになるんですね。で、裏面がある。で、次こっち行きますか。ちょっと、こんだけ、しかまあ、距離がないんだったらまあ、こんな感じで、ちょっとかなり、奥張ったように、奥張って、裏側たくさんありますよ、みたいな、そういう、挙動になりますね。はい。まあ、角度的にあんまり、パーツがついてないんで、まあこんな感じで、はい。で、この辺が結構ね、柔らかい素材なんで、自由が効くんですよね。なんで結構自由な形、発想を持ちながら、裏面を描いていくと。で、ここはまあ裏面も見えないと。パーツ的にも。わざとこれ作りました。ここ結構塗り特徴のある部分ができるので、ちょっとここわざと作ってですね、やっていきます。で、ここは立ち上がって、まあ、こんな感じでちょっと入っていけば、って感じですね。まあ、このぐらいだったら多少は、翻るんで、こんな感じで、なっていくと。で、裏面はま、そんなに、同じような感じで描いていけばいいと思います。ザクッとね、立ち上がるとこもあると。こう来て、こう来ん？こう来て、まあ、なんとなくでこう書いていって、同じこと繰り返しですね、裏面。裏面ただ裏地があるんでね、結構。あんまり、がっつり書くことないですよね。この辺に裏地が結構入るんですよ。はい。で、腰のこう締めるところ。出てきます。ほっ。ほっ。はい。ですね。で、こういった感じで、で、あと、あ、そうそうそう、もう一つ。塗るときもやるんですが、あとはね、プリーツスカート柔らかいんで、こう、やっぱり線が、ピュッてこう、折れるところが出てきます。そういったところをランダムで設定してあげると、面がこう折れてるんであれば、この下を向いてる折れた面、ここ暗くなるんですね。こういうとこ起点に、こう暗くなっていったり、こう斜めに入っていったり、斜めに入っていったり、ここも、まあ折れてる面があったり、そういったものをね、探し出していくと。そういうことでプリーツスカートは濡れていきます。ということでですね。まあ、線画編こんな感じで今進めましたが、ちょっと一旦これ清書しまして、塗りの方もやっていきたいと思います。一旦ここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、今回もね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあればお気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。